まあ、明日九州がね、自力車、そうっすね。まあ、成松さんにはまあ僕の気持ちを伝えたんですけど、まあ、僕は前でも頑張りました。しかもまあ別やったらまあ別でも、成松さんにもそこに任せます。はい、まあ、2-2にも分かれるし、両者でも2-2でも。肥後君が一人なんですよ、近畿。だからもう、肥後君は高山君の番で行くって言ってるんですよ。笹倉さんのところには行かないですか、肥後さんは。笹倉さんのところには中近だし、逃げるタイプじゃないんですよ。バッと見てて、一番先行しそうなのは高山君と組んだみたいなんですよ。まあ、そうでしょうね。大久保さんが高波さん嫌なら別にどっちでもいいんですけど、高波君の番手で肥後君勝負、まあ、それでもいいし、成松さんのあれでもいい。どうされますか分かれた。成松さんここは自力なんですよ。はい、いやそんなにはさせられない。じゃあどなたかが僕の番手に行かれて、分かれるか。成松君はまだ決めてないですね。田中君が内心を聞いてきます。申し訳ないですね。でも成松君をそれでも行くっていうかもしれないですよね。でも行くって言ってないですよね。言ってないですか、うん、行くって言ってないのね。行ってないです。言ってないですよ、ね、高鍋君は成松さんには、はい、僕の気持ちは前でやりたいと伝えたって言って言うんですよ。でもそれを聞いても行くって言ってないから、はい、まあ、皆さんいいなり行くって言うか分かんないけど、はい、行くなら競りになりますよね。田中君と話してからっていうコメント。ああ、そうなんですね。わかりました。ちょっと申し訳ない。話します。はい。僕が、セリ行ってます。セリ行ってます。これは大久保さんが高鍋君の番手で、はい、で、田中君が動けばこっちだと思いますね。まあ、大久保さんは番手で、成松君もあんま動きたくないんですかね。そうではないと思うけど、ね、成松さんが動くは成松さん。そうですね、はい。成松ちゃんが動かないっつったら俺が前でもいいです、その時は。あ、はいはい、成松さんは世話なくてたんです。うんうんうん、あ、ベースで、はい、後ろが田中さんですね。あ、ですかね。はい、あの高鍋さんの後ろに大久保さん行かれるんですけど、これ肥後さんですね。肥後セリですね、はい、で、成松さんと田中さんで、細切れですね。細切れです。わかりました、はい、どうだったんですか。結局、別戦で行きます。あ、別戦、はい、2対2で分かれて2対2。後ろは田中さん。田中君が、あ、じゃあ四日市の、あ、そうですね、あの、確かにですね、はい、そうですね。